あの、はい、ということで、はい、本日はこちらは名阪スポーツランドに来ております。今からこれは予選やな。今から予選ですね。どうしたんですか、その運動会のお父さんみたいなカメラ持ってきて。運動会のお父さんね。お父さん全然写真撮らんけん、俺が代わりに撮ってあげようと優しさ、はい、ということでね、はい、まあ、今からパイセンが、予選スタートいたしますので、まあでもパイセンすごいよな。もう今から予選スタートって言ったら芸が出るそうなような緊張感あふれる中で、ああみんなーって感じやっぱあれが出せるんがすごいよほんまに、はい、ということで IP の予選 A 組の、予選がスタートしてきますので、まあちょっとそれを追いかけてみたいと思います。タイムも一番時計でした、はい、あ、そうでしたか、はい、あ、ようございました。いやでもなんかあれやな、まあ、全ての人たちがそうやけど、はい、速い人たちって速そうに見えんよな。見えんしな、めちゃめちゃ普通にテレーって走りよったけど、もうな、この IB クラスの人らが、はい、もうズル向けにこけて草刈りの辺に切ったり、半分以上マシンがうまくて動かんとか、はい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 、山盛りおるやん、はい、やばいよね。いやーだけこれ一周するだけでも結構大変なもんやけんな、ほんまに。だと思うよ。そうなんですよ、はい、まあ、ということで、まあ、今無事に終わって、まあ、今ねちょっと停車して軽く、動くことを確認いたしましたので、はい、まあ、今からねちょっと一人尋ね人が来るので、その人をちょっと待っとこうと思うので。そうなんですか。そう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 、なんか何待ち合わせしたの。そう、ちょっとこれがこれでこれがこれでちょっとここ確認しよう。いやちょっとまずいこと言ったんで、はい、はい、ということでね、まあ、その模様はもしかしたら上がるかもしれないし、上がるかもしれないし、ね、出来栄えが多かったんで、いやそれかもう本当にそういう風になってしまったらお蔵入りせんかったらちょっと危ないんで。あ、危ない。そうそうそう、はい、モニタリングみたいになってそう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 、まあまあ我々の関係じゃない、分かる人は分かる、はい、はい、まあ、ということでね、はい、じゃあまあ無事に予選は終わりましたので、はい、まあ明日のまた、今日の午後と明日の決勝の、2ヒートに向けて、はい、頑張っていきようと思いますので、はい、はい、皆さんまた応援よろしくお願いいたします。いい感じなんで、いい感じだし、いい感じだね。とりあえずスタート出て、バーンみたいな感じですか。
ということで、お待たせしました。間に合ったな。間に合った。間に合ったな、ほんまに。ちょっとお姉さんと話しとったら、ついつい。お姉さんと長いこと話しすぎやから。いや、だってな、しょうがないやん。やっぱりこう、お姉さんが一生懸命こういろいろお話を聞いてくれたら、おじさんはこう、嬉しくなっていっぱい話してしまうわけよ、ほんまに。そう、なんか、嬉しそうやん。そうやろ。キャバクラ行ったおじさんみたいな。キャバクラ行った帰りみたいな感じやろ。はい。まあ、ということでね。はい。でーん、今からまさに、はい。ヒート1左レーンの真ん中におるな、はいはい。まあ、このカメラでは容易に視認ができませんが、まあ、今からね、始まるわけでございますよ、はい。提供しても俺が編集の時にその中入れるかどうかは分かんないですよ払った状態ですね。そうですね。まあでも前回のね、前回というか先ほどの、予選ではそう素晴らしいタイムをマークし、2組ね分かれとるけど、はい、一番時計で、ね、はい、帰ってきてまして、ぶっちぎりのトップでしたね。で、まあ路面のねコンディションがそれなりに変化をしております。だいぶ変わってきた。そうですね。まあなんで、まあ奥のところとかはまだちょっと植えていらっしゃるんですけど、だいぶそれでも乾いてきたようなので、まあそれがどういう風に変わっていくのかっていうところでございます。何が驚きって、うん、さっきの、うん、IA1 の予選、うんうんうん、上下田やばい。どれぐらいやばい？めちゃめちゃ速い。どれぐらい違う？予選で多分10秒以上引き離してゴール、うん、マジで全然速そうに見える。でもな、上下田が多分終わったぐらいのタイミングで、うん、わらわらお客さん帰っちゃう。そうやな、うんうん、あれだけでいいと思う、うんうん、もういいもん見れたってなるんやろうな、あのままに。まあ、ということでね、はい、じゃあ今からのこのスタート待ってみたいと思います。
ってきて。いけるいける。いや、お願いやけ。帰ってくる。帰ってくる。そのこと言ったら、そのこと言うと帰ってくる。帰ってくる、帰ってくる。帰ってくる、帰ってくる。もうそろそろ上がってくるやろ。頼むで。あれ、どれ？あれ？もうな、もう見えんのよ。いや、多分あれ。お願いしますよ。お願いしますよ。お願いしますよ。チェッカー。どれ？どれどれ？もうそろそろ？やりましたね。ということでヒート1、はい、優勝でございます。いやー、これはもうあの早くちょっと父に報告をしておきます、はい、あなたの組んだエンジンがやりましたと。やりました、はい、ということで次のヒート2に続く。明日や、明日や。今日は美味しい美味しいビール飲みよりな。そして優勝はゼッケン13番、さぬき白馬会ウィズニュートラル西岡壮志選手、おめでとうございます。お待たせしました。それではやっていただきましょう。スパイクにシャンパンファイトをお願いします。最後は自分で浴びていきました。おめでとうございます。さあ、それでは、優勝しました西岡壮志選手にですね、ちょっとコメントいただきたいと思います。さあ、西岡選手、お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございました。今回は結構近い、家から近いメーターで開催ということで、結構自信ありきで行きました。スタートは、出遅れて10番手ぐらいかになってたんですけど、追い上げて、なんとか1位になることができました。この大会に出るまでに、高村さんがウェアくれたりとか、おさんがウェアプリントしてくれたり、ヘルメットペイントしてくれたり、タイヤもいろんな方から、いただいて、ここに立つことができたと思っています。まだ明日もヒート2あるんで、ピンピン目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。わ、シャンパンでびっちゃびちゃ。はい、ということで皆さん、今回はこの新商品じゃないです、昔からありましたロイヤルパープルの方をご紹介いたします。これをね、入れることによってなんと表彰台に立てるぐらいのエンジンレスポンスが手に入ります。ロイヤルパープル XPR、 一応レーシング用になってます。 HPS スタンダードオイルになってますが、両方とも魔法の添加剤シナレックの方が配合されておりますので、これを使うことによって劇的なレスポンスが得られます。そして何よりも、そのシナーレクの効果によってちゃんとした油膜を保持してくれますので、エンジンの状態も長持ちいたします。騙されたと思ってぜひ一度は使ってみてほしいオイルです。男は黙ってロイヤルパープル。
ましたね。もうちょっとです。行きましたね。行きましたね。あと残りもう少しお願いします。さあ、それではですね、優勝の西岡選手に、コメントいただきたいと思います。さあ、チャンスやね、ソウシ。はい、よろしくお願いいたします。今回のヒートワンで自分の考えの重さで、健康意図を乱されるされる、行為をしてしまい本当にすいませんでした。今回なのでヒート2はより意識をして、大ごとなことがないように意識して走りました。今後はこのようなことがないように、危険行為などを意識しながら、気持ちよく走りたいと思います。以前の九州でも頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、最後にもう一度ご紹介しましょう。優勝はゼッケン13番西岡壮志選手、第2位ゼッケン4番佐藤力選手、第3位ゼッケン23番千葉葉月選手でした。おめでとうございます。以上、アイビーオープンヒート2暫定表彰式でした。今スターティングブリッジではチャールズクロスのレースに向けてのスタンバイが進められております。すごいやん、ちゃんとサイン考えた。練習した。練習したサイン。これしか勉強してないです。通りでうまいと思った。そうよ、実質ピンピンや、はい、恥ずかしい。いやでもほんまにすごかったよ。次の九州では実質がのけれるように。そうやな、本物ピンピン、本物ピンピンやな。次は真のピンピン、真のピンピンに行けるよ。なんならピンピンに行けない。ほらつつ、ほらよかったや、やったや。ちょっとシャンパンショー目立っちゃう。第3位前からキャンプ選手、お前が中田選手、そして優勝は高橋一志選手です。おめでとうございます。いいもん見させていただきました。はい、盛り上がった。盛り上がったな。感動した。吹っ飛んだ方が盛り上がるんか。いや、いかんもうハラハラしとったけん、こっちはもうほんまにもう見ながら、もうええぞ、いいでもかまんけど、ええやぞって思いながら。やっぱね、2位じゃなくて1位を。最後はもうさすがにヘロヘロやったよ。215番ベーシングセンターが福島春子選手、おめでとうございます。なあ、ほんまにあれはしんどいと思うで、ほんまに。まあということで、はい、無事に終わったということで、はい、はい、ではあの組んだエンジンを組んだ人が一番喜んだだけな。でもそう、うちのパパの、うちのパパが一番喜んだだけ。次戦は、はい、九州、九州、ありがとうございます。本物ピンピン、10月だっけな、10月の
月やな。20くらいですか。え、初めかもね。6、7とかじゃん。頭の方やった。頭の方だ。海が第3位は絶景2つ目ですね。そうそう。あともう1、2、3、3回やけんな。でも今回でねポイントかなり引き離したんじゃない結構嫌いだけどな。だけど前チャンス落ちても予選落ちていかんって。いやいやでもね大林先生もっとひどいこと言って次もやったら最終戦電化ってやったらいい。めちゃくちゃやもうみんなから罵声くらい。お前な失礼なやつ画面上がってまあでもなほんま、まあいろんな運とかそんなもあるけどな。まあやっぱ今までちゃんと頑張っちゃったことやけ。そうですね。これほんまにな。ほんまに。まあ真の実力がね。はい。試されるところで。そうです。でまああのちゃんと多分エンジンオイルとかね、エンジンとかね、それも良かったんだと思いますよ。まあ、そらそうです思います。クラッチはワンチャンやっとる。危なかった。さらに変えたのに。そうほんまな。雨は無理っすね。もう雨はやっぱり行くな。大丈夫ですね。行ってましたもんね。そうやと思うわ。はい。帰るまでが遠足なんで。はい。頑張って帰ってください。帰ってください。はい。おやじにお待ちします。寝ます。ということで、じゃあありがとうございました。はい。はい。ではまた。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。本当ね。疲れたよ。はい。ちょっと僕が今画面から見切れてるのは、西日が眩しすぎるがゆえなんで勘弁してくださいね。はい。はい、ということで、はい、モトクロス大会、金戦、ですね。はい。全日本近畿選手権ラウンド無事に終了いたしました。ですね。はい。なんと、はい、結果としては実質1位で終わりまして。はい、実質。はい。実質ピンピンですね。真実の1位で、はい、そうですね。はい、まあなんでまあねいろいろありましたが、まあでもね、はい、あの本当にこうまあ1ヒート目もそうですし2ヒート目もそうですが、はい、あのなんて言うんでしょう、すごくこう、はい、まあ安定感のあるというか、いやいやほんまにね、本当にね見ててそんなに不安感がない。そうですね、すごいよね。はい、もうびっくりしましたね、それは。本当にでね、まああのいろんな人が来てた中で、はい、まあ多分ね俺だったらよ、もし、うん、相当なプレッシャーを感じてですね、そうですね、俺はもうガクガクブルブルするようなところなんですが、普通はな、もうなんかふわふわしとったな。まあ、今日も相変わらずふわふわしてましたね。すごいよね。いやすごい、本当にびっくりした。あのリラックス感よう出せるな、うん、本当にあれがねやっぱ才能だなとは思います。なんでまあ次はね、はい、九州ラウンドですね。はい、はい、まあそれに向けて皆さん また応援をしてほしいかなとは思いますので、ですね、はい、行きますか。あれ、はい、行きますか。ああ、もうぜひね、はい、行きますか。行きましょう。いつ？10月のいつだったっけ？10月頭の方やな、確か。10月の頭の方やな。そうですね、確か。結構近かったっけ。なんでこれ九州ラウンドまで取ってしまった日には、はい、もうほぼほぼ勝ち確やね。そしたら四国から IB のチャンピオンが出るだなんて何年ぶりだっていう話になりそうなんですよね。何年ぶりなんですか。何十年ぶり、何十年は固いんじゃないですか、多分ね、はい、と思いますので、はい、まあ非常にね、まあ、楽しみですし、まああのね、まあ、本当にあの劇的なプライベートなんで。そうやな。今日も最終は、うん、あのいつもの焼きそば食うてましたしね。マジで、はい、あのいつものあのお父さんが作るフライパンの焼きそば。そう、いつもの焼きそば。まあまああれはええと思うよ。ほんまね。だってな、え、美味しいよ。いや、うまいんやけど。野菜も取れる。いや、そうなんや。いや、そうなんやけど。素晴らしい。そうなんやけど、うん、あのなんていう。何？他のさ、はい、チームとはさ、はい、またちょっとこう違ったさ、うん、まあ、やっぱあそこには良さがあるなと毎回思いますわ、本当に。だってピリピリしてないもん。いや、ピリピリしてないことはないけど。いやいや、してないことはないけど、そうね、そのなんか違うやん。そうですね。うん、まあそんな風に。
にはまあ思いましたので、まあね、まあ無事に終わったということで、はい、また良かったです。まあとりあえずね、多分もうあのモットクロス動画なので、まあおそらくあの楽しみよかった、モットクロス動画はですね、あの言うてあのあれですね、はい、伸びないので、まあ尺としてはちょっと長めかもしれませんが、まああの一本にまとめさせてはいただいてるんじゃないかなとは思いますので、じゃないですか、まあ、皆さんね、あのこの空気感とかはこう見ていただいて、まあ、ぜひね、また次回はどこかで会いたいぞという方は、まあ、九州ラウンドだったりだとか、そういうところにね、まあ、行くんやな、いやいや、応援してもらったらと思いますので、行くんやな、いやいや、西岡宗志君に会いたいぞという方はね、ぜひ応援してください。いや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 、おるでしょ、行きましょう、ぜひ行きましょう、はい、まあ、それではちょっと直前で決めます、馬刺し、馬刺しや、それは話が変わってくる、熊本駅、そうですね、まあ、それはいいですね、馬刺しと、はい、何、はい、ちくわサラダやってます。ああ、そんなんあるんですか。なんかちくわにポテサラが入って、うん、天ぷらみたいに揚げてもらったから、そうですね、うまいに違いないっていう、はいはいはい、確かに、まあ、あとはね、はい、多分、うん、あのいつどうなるかは知らないですけど、うん、まあ、あの僕が真面目に喋ってる動画の方もね、うん、多分あのタチャンネルさんの方で上がるはずなんで、セビシチャンネルさんですか。そう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 、まあそれもまたね、あの見てあげてください。バッサリカットされとんじゃん。分からんけど、まあね、はい、あの今頑張ってらっしゃるので、はい、なんかあのはい、あの見たい方がいらっしゃいましたら、真面目に喋ってる僕を見たかったら、はい、またそちらを見てください。いいですね。はい、そうなんです。じゃあそういうわけで、はい、この辺でじゃあね。まあ、メンバー動画の方で、じゃあ、ちょっと技術的な内容だったりだとか、うん、それこそね、あの、城下田のあたりについてはね、いやー、すごかったな。まあ、ちょっと、プロのね、はい、IA の解説員を交えて、そうですね、はい、特別ゲストの IA の解説員を交えて、はい、はい、まあ、その動画はね、またメンバー動画の方で公開予定でございますので。難しい、はい、小難しいライディングについてのはいはいはい、お話が聞きたい方は、ぜひメンバーに、はいはい、なっといてください。はいはい、ということで、では2日間お疲れ様でございました。では皆さん、またどこかでお会いいたしましょう。それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。よろしくです。それではまた、バーイ。はい、本日のおすすめはこちらの SOD1 の方にあります。まあ、うちのチャンネルを見ていただいている方だったら皆さんご存知だとは思いますが、あらゆるオイルに使える万能添加剤でございます。添加剤といっても何かこう一つの能力を足すというよりかは、オイルの基本的な能力を引き上げる、ワンランク上のオイルを入れたような感覚になるようなスーパー添加剤でございます。でまあですね、それにプラスしてこちらの SOD1 フューエルの方もございます。こちらを入れることによってさらに燃料の方からもあなたのエンジンを保護します。ぜひおすすめの添加剤ですのでお使いください。よろしくお願いします。